プレーターズ順断尺は、かつて存在した、イギリスの順断尺位。ジェームズ一世が1623年に、最後の順断尺くらいの創設として、サフォークの地主、トマス・プレーターズに対して与えたが、1832年に、第8代順断尺サー・ウィリアム・プレーターズの死をもって、廃絶した。順断尺家の邸宅ソッターリー・ホール。トマス・プレーターズは、 サフォーク州長官を務めた他ナイトに除された人物である。彼は1623年8月13日にイングランド順弾尺くらいの順弾尺を授けられた。国王ジェームズ一世は14に際してこの創設が最後の順弾尺くらいの創設であると宣言している。その子の2代順弾尺ウィリアムはオーフォード選挙区選出の長期議会議員を務めた。彼の死後は 弟ライオネルが順段爵位を継承、以降は廃絶までこの系統で存続した。5代順段社ジョンが死去すると、順段爵位は同盟のオイジョンが相続した。以降はその孫ジョン、その弟チャールズ、マッテー、ウィリアムの順で順段爵位は継承された。その8代順段社ウィリアムが死去すると、他に継ぐべき、有資格者もなく、順段爵位は廃絶した。 一族の邸宅は、ソッターリーホールであったが、5代順断尺の代に、庶民院議員マイルズバーンに売却された。順断尺位は、尺位と異なり、順断尺という肩書きだけ与えられる。他の順断尺くらいと区別する必要がある場合にのみ、生命をつけたり、由来する地名をつけたりして区別する。ありがとうございます。